こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今日はですね、ちょっとあの、真空ポンプ買ったんで紹介したいと思います。結構前に買ったんですけど、実はね、ちょっとね、時間がなくて開封してなかったんで、今日開封したいと思います。これはね、アマゾンで買いました。確かね、1万5000円だったかな。はい、開封してますね。これね、セットになっててですね、今回買ったのはですね、この真空ポンプと、こう写真がこうあるんですけど、真空ポンプとですね、実はその周辺の、なんていうんですかね、周辺の、なんだ、メーターとかですね、つなげるもの、パイプみたいな、そういうのも含めてですね、セットで買いました。これですね。これ片面はちょっと どこに書いてあるのかよくわかんないですけどね、結構ね、評判が良かったんで、ね、そこそこ性能的にはそこそこの、まあ、性能、まあ普通の性能だったんでね、口コミもあまりそう悪くなかったんで買ってみました、ね、今ちょっと初めて開けるんでどうなってるのかわかんないです。これはですね、まあ、いろんな用途にね、真空にできるんで、以前ですね、手動の、まあ、マニュアルついてますね、手動のですね、真空ポンプ買ったんですけど、一つはですね、こう腕がですね、指がですね、こうカチャ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 やってですね、真空にするもんですから、すっごい痛くなっちゃったんですよね。これは何回もできないなと思って、あ、これオイルですね、オイル、これオイルが入っててですね、よいしょ、これですね、まあ小型ですね、小型、まあ小さい方がいいです。今整備してるんですけど、作業場がね、もう目いっぱいでね、今整理しながらですね、3階というかですね、屋根裏部屋にですね、持ってってるんですけど、屋根裏部屋もですね、まあ建てた時にあったエリアが、まあ4畳、5畳ぐらいかな、5畳ぐらいのエリアはあった、もうちょっとあるかな、6畳、7畳ぐらいあるかな、だったんですけど、それじゃちょっと足りないんで、あと半分、やっぱり、今ね、やっぱ7畳までいかない、5畳ぐらいの、スペースをですね、屋根裏にね、板張ってですね、床張りしてね、作ったんで、そっちに、まあ、整理しながらですね、片付けてるんですけど、なかなかね、終わんないんですよね。片付けるの苦手なんでね、特にね。これは、こうですね、こう、オイル、これ、オイル先に入れるのかな、ちょっとやり方わかんないな。あ、これ、オイルいるんだね。ワーニングチェックオイルビフォーユージングって書いてありますね。だから、使う前にオイルをチェックしなさいって書いてあるわけですね。でこれ真空ポンプって初めて使うんでね、よくわかんないんですけど、ですね、あ、ここですね、こうオイルレベルって書いてありますね。だからオイル、このオイル、多分このオイルをですね、こっから入れてですね、このレベルまで入れればいいんですよね。はい、こういうものですね。これね、アルティメート、バキュームっていうのかな、これが 10PA っていうのは、パスカルか、パスカルっていうのはちょっとよくわかんないですけど、真空あんまり苦手なんですよ。真空の単位ってたくさんあるんですよね。なんかね、いろいろたくさんあってね、これがね、以前のやつはね、ここがね、
ね、桁が違ったんですよね。一桁か二桁ぐらい違ったんですよ。以前のやつあるかな。この辺に転がってると思うんですけど、まあとりあえずこれ置いておきますね。で、今回はセットだったんですけど、もう一つですね。あります。これもちょっと何が入ってるか。今日実はですね、あのクリスマス会がですね、夜からあってですね、あの、時々ご紹介しているですね、町田の東京都町田市のですね、小野寺っていうところの、ピアノカフェショパンでですね、生演奏を聴きながらですコーヒー飲んでですね、そういう、うん、それのですね、クリスマスパーティーがあるんですけど、そこ今日ね5時からあるんで行くんですけど、お袋とですね行こうとしたらですね、急にですねお袋ね具合悪くなっちゃって行けないとか言い出したんでね、友人の哲郎に今電話してですね、一緒に行こうよって電話したんですけどね、なんか朝今ね8時なんですけどね、朝早くからですねどうもね自転車に乗ってねなんか散歩に行っちゃったということでね、帰ってきたら電話するように今、伝言を残しておいたんですけど、はい、2人で行こうかなと思ってますね。よいしょ。もうねクリスマスシーズンですからね。で26日ね、来週の、火曜日はですね、実はあの4人でね、お友達4人でですねカラオケに行こうと思ってます。カラオケにねカラオケパーティーをしようと思ってるんですけど、あ、これですね、これホースがあって、ホースが3個あるかな。そしてこれは何だ、これはメーターですね、メーターがありますね、メーター。これは何だ、メーターがある。これは何ですか、どっかに。これ通さげんですかね、ちょっとわかんないな。あとはこのなんか接続のやつがこんなのあってですね、そしてこれは何だ、これは何だ。これもなんかの便利ですね。このシックポンプなんてやったことないでね。缶切りバルブ。缶切りバルブ。缶切りバブルって何だろうね。缶切りバブル。これあれかな。どういうふうになるの。やり方わかんない。これグーってやると突き破るのかな。あ、違うな。どうなんですかね、これ使い方がわからないですね。ちょっと、うん、今やってみようかと思ったんですけど、ちょっと使い方わかんない。これはどうやって使うものなんですかね、うん、ちょっとまた調べながら やりたいと思います。これね、これはなんだ、これはこれもバルブの、これはですね、クイックカプラーっていうのかな、クイックカプラーっていうのかな、これがね、クイックカプラー、あ、これ3種類が、これここに書いてあるの、クイックカプラーっていうんですね、うん、なんだかよくわかんないですけどね、これが、まあ、3種類あると、うん、どうやって使うの、一応開封して、あ、なんかもう一つこのちっちゃいのがありますね、ちっちゃいの、これはなんだ、俺の使い方わかんねえな。全然使い方わかんない。これをですね、あの真空、あの真空引きにね使おうと思ってるんですよ。泡がね、あの、レジンとかね、なんだ、シリコンゴムなんかのね、泡を抜くためにメインで使おうと思って買いました。あとこれはね、エアコンの修理なんかにもね使えるんですよね。
これは何？これはどっちがどっちだ？マイナス30。同じもの比率。分かんない。これハイロー。分からない。分からない。まあちょっとねいろいろ調べながらやってみたいと思います。あ、全然知らないってっていうかね、まあ調べないで買っちゃうんでね、結構ね、買ってから調べるんですよ。もうあのね、実際のものがねないとね、どうもね調べる気にもならないんですよね。なのでね、結構ねジャンクなんかでまあウォークマンもそうですけど、いろんなテープレコーダーが今買ってるんですよ。身の回りに置いとかないとですね、それに興味が湧かないっていうですね、私の特性があるんでね、何かをやるっていう決めたらですね、その周辺をですねとりあえず揃えちゃうっていうやり方をします。ね、そのやり方、そういうねやり方、よく僕も説明するときあるんですけど、マイク・マクナマスっていう人のですね、マイク・マクナマスってね、ちょっと間違ってるかもしれないですけど、ソースというですね本があります。まあ成功本みたいなもんなんですけど、ちょっとね他の成功本とは全然違うんでね、まずねやりたいことを決めたらですね、その一番できることから始めなさいっていうようなこと、まあ他にもたくさんあるんですけどね、要するにですね、人って何かをやろうとするとですね、もう全部揃えたがるんですよね。全部整ってから動こうとするんですよ。全部調べてから動くとかね、全部揃ってからやるとかね、そういうことになるとですね、なかなか進めない。そのね、まあちょっと脱線するかもしれない、脱線なんですけどね、ちょっと今実験しようと思ったらですね、実験するまでの知識がなかったっていうことに今で気がついてしまったってね、これから調べないとですね、簡単に実行しようと思ってたんですよ今。実はね、前に作った真空にできるっていうかですね、瓶につないでね、簡単につつなげてんで中で水入れて、そんで真空引きして泡がブクブクできますよっていうことをですね、ちょっと実験しようと思ってですね、開けたらですね、そんな自分がそんなレベルではなかったっていう気がついたんでね、急遽ねごまかしてますけどね。ちょっとさっきの続きなんですけど、マクナマスのソースの中での話を一つね、いい話なんで、ちょっと引用というかですね、取り上げたいと思うんですけど、まあアメリカだったっけなの話として書いてあったんですけどもね、ですね、ある人がですね、航空機の免許取りたい、飛行機の免許取りたい、だけどお金もないし、つてもないし、どうしたらいいかって考えた時にですね、普通だったらですね、お金を貯めてからですね、教習所に通ってとかね、飛行機の、まあ僕もよくわからないですけど、どのくらいかかるかね、飛行機の免許取るのにはかなりのお金がかかるんじゃないかなと思いますよ。車でも今いくらだろう、僕なんかの時はやっぱ20万ぐらい取れましたから、そんなレベルでは多分ないと思いますよね。ちなみにね、僕が言ってた JDL というところはですね、社長がですね航空マニアでですね、自社で自家用ジェット1台持ってたかな、でヘリコプターが2台ぐらいあってですね、僕もヘリコプター運転はしないですけど、乗ってですね出張とかで行ったんですけれども、自社のですねその運転手、飛行士っていうかね、パイロットはですね会社の社員だったんでね、で社員であるパイロットがですね、教習教官の免許を持ってるんですよね、持ってたんですよ。僕はちょっと詳しくはないんですけど、なので社員であるパイロットに、教習してもらってね、航空クラブみたいな、飛行クラブかなみたいな会社の中であって、それでなんか安く取れてましたね。でなんか飛行機じゃない、ヘリコプターでなんだ結構いろんなジェット奄美大島とかあっちの方も行ってたのかな、ジェットかなんかね、確か
なんだ、なんかダイビング行こうとかっつって行っちゃったりとかね結構気軽になんか飛行クラブとかなんかそういうのは行ってましたけどね。だけれどもですね、まあ飛行機の免許取るっていうのはえらいお金がかかると思うんですよ。お金と時間が普通で取るとするとね、だからまあさっきの話、ソースの中の話で言えばもう何もできなかったいたんですね。だけどまあソースを読んでかな、ソースの話を聞いてかな、ちょっとその辺はちょっと定かじゃないですけど、ね、まず行動を起こすっていうことで何をしたかっていうとですね、こう電話をしたんですね。電話ボックスからその飛行機の教習所に電話したんですね。ほんで別に教習所に通えるわけではないんですけど、ともかく電話してですね、パンフレットをもらって、それでパンフレットもらうのタダですから、送ってもらったかなんか知らないですけど、もらってですね、そしたらこの次にできること、そのパンフレットを持ってですね、その教習所に行ったそうなんですね。別にお金がないからこうそこに通えるわけじゃないんですけどね。そしてですね、そこで受付の人とまあいろいろ話してね、その中で私はどうしてもね、取りたいと思ってる、必ず取りますんでっていうようなことをですね、熱烈にですね、受付のね人かな、ちょっと僕も随分前、何年も前に読んだ本なんで間違ってるかもしれないですけどね、そういう話をね永遠にしててね、で飛行機の話とかいろいろねなんかしてたらしいんですね。そしたらですね、それをたまたまですね、そこの教習所の、まあ、所長さんというかですね、オーナーかななんかが聞いて、そんだったらうちで働きながらかな、なんか取ってみたらみたいな形でね、それでそこでなんかパイロットの免許を取れたという話が出てるんですけど、要するに何かが条件が揃って初めて動こうとするんですよ、人っていうのはね。そうするとお金がないからとかですね、時間がないからとかね、そういうことになって、その条件というのはね、大体ね普通は揃わないんですよ。んでそれを言い訳にしてですね、動かないとですね、いつまでたってもこう自分の目的っていうかやりたいことができないっていうことなんですね。だけど一歩ね、まずできること、まあその人にとってはですね、電話をかけるっていうことでね、それをやったことによって、まあ一つずつですね、できることをやることで、自分のやりたいことがこう達成できたっていう話なんですね。それって結構ね、いろんなところにあってですね、人はね結構ねできないことを望むんですよね。まあ夢とかそういうのもそうなんですけど、まあ鬱の時もそうですよね。鬱の時もこうありたい、こうでなければいけないみたいになって、できることを探さないでですね、できないことばっかり探してですね、それをできないできないって言って諦めてしまって前に進めないということなんですね。だからまあ鬱なんかの時もこういろいろとやり方なんかあるんですけれども、その中で一つはね、もうできること、まずね、楽しいことでも何でもいい、テレビが見れるんだったら見れるっていうのね、それの積み重ねですね。で一人でやってるとなかなかダメなんで、家族とかそういうのがね、こうできることをこう見ていてね、あれができた、これができたっていうことをまあ教えてあげるというか、一緒に喜んであげるとですね、どん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 成長していくというか、子供なんかの成長なんかもそうですね。それをまあ否定していっちゃうと、どん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 逆に萎縮していって、最終的には悪い方向に行ってしまうっていうのがあってね。おっ、びっくりした。あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと鉄郎から電話がありました。あ、どうもごめんなさい。鉄郎からですね、電話があってですね、空いてるということで、時間があるということで、クリスマス会を一緒に行こうと思ってます。はい。ちょっと何の話してたか忘れちゃいましたけど、ともかくね、できることからやって、まあ、今回もね、これ買うにあたってですね、お得意さんの、お得意さんの修理が終わってですね、それで、まあ、お金を振り込んでいただいたんでね、そのお金の一部を使ってよし買ってしまおうということでですね、思い切ってこれ買っちゃったんですよ。いろんなのに使えるんで、こういうのはね、
そういうことですということで、まだちょっと今回できなかったんですけど、この、まあね、真空の実験なんかもしても面白いかもしれないんで、音っていうのは空気上を空気がないとですね、進まないわけですね。進まないというか響かないとですね。なので、まあウォークマンをですね、ウォークマンとスピーカー、まあスピーカー付きのウォークマンとかね、中に入れてね、真空にしてみて音が消えたとかそんなこともやってみようかなと思ったんですけどね、ちょっともう一回、もうちょっとね、この真空ポンプの使い方をですね、また勉強してからですね、その辺の実験をしたいと思います。はい、ということで、ナオリンでした。チャンネル登録もよろしくお願いします。結構ね、こんな感じでもう段取りっていうかですね、もう行き当たりばったりでやってますんでね、失敗することもたくさんあります。もう人生も失敗だらけなんでね、私の人生はね、ただ失敗もね、まあ失敗あって失敗だらけでね、もう嫌になっちゃうこともあるんですけど、逆にね、失敗をね楽しめるようにしないとね、人ってまあうまくいくことばっかりじゃないし、ほとんどがですね失敗の連続だと思うんでね、だからうまくいくよりもですね、うまくいかせるよりもですね、まず失敗からのリカバリーをね、いかにするかっていうことは結構人生をですね楽しく過ごす上でのですね、重要なまあ要因というかファクターだと思ってます。はい、ある意味ね、この逆転の発想とかでよく言うんですけど、僕はですね、切り返しとかですね、受け身とかって言ってますね心の受け身みたいなの言ってますね。また外れちゃうかもしれないですけど、柔道とかそういうのね、受け身を知らない人はですね、大怪我するんですよね。投げられてですね、骨折したりとかですね、大怪我します。だけどですね、受け身をできる選手は、まあ選手はみんな受け身からやるんですけれども、合気道とか僕もちょっとだけね1年ぐらいやったことあるんですけど、受け身をできるとですね、まあ投げられても怪我はしないですね。そんで逆に言うとですね、それをまあ合気道なんかそうですけどね、受け身とは言わないですけど、柔道もそうですね、柔道も相手の力を利用して投げ飛ばすっていうことをしますよね。合気道なんかは特にですね、相手の気とかね、気の動きとかでよく言うんですけどね、僕よくわからないですけどね、要するに相手のこう動線というかですね、相手の動きをですね、うまくこうかわすというかね、導くんですね。逆にね、自分に有利なように導く、要するに相手の攻撃をですね、受け止めないんですね。空手とかそういうのはこう、ボクシングはそうですね、受け身っていうとこう構えてこうもろにこう相手の剣というかですね、それをですねこう受けてかわすんですね、盾としてね。でも合気道の場合はですね、こう来た時にですね、うまくこう逃してやる、逃がしてやってですね、最終的にボンって投げるということですね。それは受け身ではないかもしれないけど、要するに一種の受け身技っていうかね、相手の技を利用して自分がこう技をかけるっていうね、そういうことですね。それはね、結構ね、いろんな、僕はメタ法則ってよく言ってるんですけれども、要するに、ある分野で法則っていうかね、あるの分野のこう決まり事みたいなのっていうのは、実は別の分野でも同じようなね作用が起きるんですね。だから柔道とか、ね、そういう武術の中のこう受け身とかですね、かわしとか、そういうことはですね、心の動きにもやっぱり同じようなことを言えると、だから僕なんかは結構カウンセリングで言うのは、だからそこの受け身の仕方をね、相手から攻撃された時にどう受けて相手にこう相手を投げ飛ばすかみたいな心のレベルでね、そういうのをねちょっと一緒に練習しながらですね、やったりとかすることもあります。最近はもうあんまり、カウンセリングはやってないですけどね。はい、ということで、またちょっといろいろと脱線してしまいましたけど、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ナオリンでした。どうもありがとうございました。また実験したいと思いますんでよろしくお願いします。来年はできるかな。はい、ということでチャンネル登録よろしくお願いします。ナオリンでした。失礼します。